ブランドン・ラッシュはアメリカ合衆国ミズーリ州カンザス式出身のバスケットボール選手。ポジションはシューティングガード。198センチメートル95キログラム。兄が2人おり、長兄、ジャロンは元、UCLA のバスケット選手。時系、カリームは、ロサンゼルス・レイカーズ等に所属していた。ミズーリ州及びノースカロライナ州ダーラムの高校で、 プレーした。2005年には全米の高校生で13位、スモールフォワードとしては2位に評価され、ライバルズ .com からは5つ星に評価された。2005年の NBA ドラフトにはエントリーせずに大学に進学した。大学は地元カンザス大学に進学した。1年次から全試合で先発出場し、チームトップの13.5得点、5.9リバウンド。 3ポイントシュート、成功率47.2%の成績を上げて、チームがビッグ12カンファレンスで優勝するのに貢献した。この年カンファレンスの最優秀新人に選ばれている。また、1年生ながらカンファレンスのファーストチームにも選ばれた。2007年4月26日に2007年の NBA ドラフトにアーリーエントリーする意思を表明したが、 右膝の全十字人体を断裂したことから、5月にはこれを撤回した。同年6月1日、断裂した人体の修復手術が成功し、11月に復帰した。3年生児、マリオチャルマーズラと共に2008年の NCWA トーナメント優勝に貢献した。準決勝のノースカロライナ大学戦では25得点、7リバウンドを挙げて、 その試合の MVP に選ばれた。2008年4月17日、4年生に進級せず、その年の NBA ドラフトにアーリーエントリーすることを表明した。2008年の NBA ドラフトにおいて、全体13位で、ポートランドトレイルブレイザーズに指名された。ドラフト直後、ジャレット・ジャック、ジョシ・マクロバーツと共に、時系、カリームも在籍したことのある、 インディアナペーサーズにジェリット・ベーレス、アイク・ディオグとの交換トレードで移籍した。2011年12月19日、ルー・アマンドソンとのトレードでゴールデン・ステート・ウォリアーズに移籍した。11から12シーズン、自己ベストの平均9.8得点、FG 成功率50.1%、3ポイントシュート、成功率45.2%、 フリースロー成功率79.3%の成績を上げた。2012年8月1日、2年800万ドルで、ウォリアーズとの契約を延長した。シーズン2戦目となる11月2日のメンフィスグリズリーズ戦で速攻から、ワンハンドダンクをしようとしたところ、ザック、ランドルフのファウルを空中で受けた。際着地に失敗し、チームメートの助けを借りて、 ロッカールームに下がった。左膝の全十字人体、内側側腹人体を人体損傷し、12から13シーズン残り試合を全球することとなった。2013年7月10日、3チームの間で行われたトレードでユタジャズに移籍した。この年38試合に平均11.0分出場し、平均2.1得点、1.2リバウンドの成績であった。 2014年7月22日、ウォリアーズと2年契約を結び復帰した。出場機会には恵まれなかったものの、チームは NBA チャンピオンに輝き、ラッシュはマリース・スペーツと共に NCWA と NBA 両方でチャンピオンに輝いた選手となった。2016年7月6日、ミネソタ・ティンバー・ウルブズと1年契約を結んだ。2017年9月17日、 ミルウォーキーバックスと契約したもののシーズン開幕直前に解雇された。2018年2月21日、ポートランドトレールブレイザーズと10日間契約を結んだスイングマンである。ありがとうございます。